写真拡大。ロッテ涌井秀明投手33が楽天へ金銭トレードで移籍することが決定し、19日両球団から発表された。背番号は16。若手先発投手が台頭してきたロッテと先発投手の補強が急務だった楽天の思惑が一致した形だ。涌井はロッテ球団を通じて新たな場所に身を置きますが、今まで通り勝つための準備と努力は変わらないので、来季へ向けてこのオフをしっかりと過ごしていきたいとコメント。ロッテファンへは、その声援は僕の宝物で感謝の気持ちしかないとした。涌井は横浜高から4年度ドラフト1巡目で西武に入団し、13年オフに国内 FA 権を行使してロッテに移籍。通算で3度の最多勝を獲得したが、今季は18試合で3勝7敗、防御率 4.50 と不振だった。それでも楽天石井 GM は先発で起用する方針を示し、今季の最後もリリーフで150キロぐらいの力のある球を投げられていたし、環境が変われば一つ上に上がれると思うと説明。則本昇、岸、松井らともに先発ローテの一角としての働きが期待される。